ニコ生重いですよね。来ましたね。来た？オッケー？聞こえた？聞こえましたか？あ、来た！あ、来た！どうも改めまして、あ、みんな優しいから来た来たって書いてくれてますね。そう、なんかちょっと無音だったと言うんですけど、うん、まあ、さっき、ね、あの言ったのコメントにね、うん、渋沢写真は可愛いよねって言ってくださってて、うん、それでこうどう思っていくのが嫌だったね。写真のクオリティは高いからな。でうちらね、前も企画でやったんだけど、そう写面を撮るのがピカイチだっていうので、そう、マジで写真だけはマジ一流アイドル。いや見てって、だから、まあ、みんなの顔、ね、写真可愛いよな。でもえ写真可愛いですかね。えじゃあ自撮りにして、じゃあやめよ、撮られんのは NG よね。撮られんのは NG、ね、あのシャメだけ、そうシャメだけ、ビシャメの自分でベストな光のところの下に行き撮る場合は可愛いよね。そう、あと加工ちょっとする、加工ちょっと加えるっていう、ね、見てみんなの死んだ魚みたいになってるから、商品のかなっていう。さあさあさあ、ということで始めましょうね、はい、じゃあ早速ですけどもタイトルコールいきましょう。はい、はい、といきましょうよ。皆さんもぜひよろしくお願いします。さあ今週も始まりました、渋沢愛よのノープラーイ、イエーイ、はい、ありがとうございます。あ、コメントもたくさんありがとうございます。さあ今日はですね、月一レギュラーのタイナカマリアン、はい、よろしくお願いします。イエーイ、ということで、はい、元気ですか。いや元気よ、よく会ってるやん。ここはよく会ってますね。でもほら皆さんはね、久しぶりかなと思いまして、前ここで会った時観覧なかったもんね。そうなんですよ、スタジオ観覧の皆さんも今日ありがとうございます。そうね、どうです、あの髪切りましたよね。髪切ったね、普通に切ったの、なんでなんでとか、髪切るのになんでとかある。でも結構切ったでしょ、超ロングだったのに。そう、切ったから。切っちゃった。なんで失恋した。してへんわ。それ出来事がないわ。なんやったらでもさ、言いたいよね。何、本当にさ、失恋ちょっと昔なのかもしれない、ちょっとトレンディーな感じするけど、うん、失恋したから髪バッサリっていうのはあんまないのかな、ね、それ昭和な感じしんじゃない。昭和の人はそうするって。やだ、嘘何があったんだって来てますよ。何もないって。でも ずいぶんイメチェンしたんじゃないですか、こんなさ、ほら見て、これ立ってほら見てみなさい、これほらフラミンコ、何フラミンコ、フラメンコ、フラミンゴ、なんつうの、フラミンゴ、フラミンゴ、フラメンコは踊りやる。あ、そう、やる今度それ。やらへんって、なんでやるの。フラミンゴ、はい、フラミンゴのやつなんて来ちゃってさ、どうしたの。春やから、どうしたの、逆に夏やん。夏よ、私はもう。でも衣装いつもと違うよね。ほんと、ちょっと 春でイメチェンしました。いつもなんかヌーディーな服着てるやん。ヌーディー。あ、ほんと、うん、レース調の、はい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 、はい、でワンクッション置くやつ。そう、ちょっとね、今回これワンクッションが置いてる。ちょっとボーダーラインがなんかジーンってなってますけど、大丈夫かな。ジーンってたぶんね、ジーンがなってますけどね、うん、ジーンってなってる。ね、でもどっちが、でもさ、どういうのがモテ服なんだろうね。なんか、うん、ノイズがすげえなってきてます。しかも左手に薬指に指輪してるって言われてめっちゃ嬉しいねんけど。はっ、嬉しくない。え、全然ガッツリお金のやつやねんけど。え、ちょっと待って、何、ちょっと一個言っていい。何、え、お金の指輪、え、何この人、なんで薬指に指輪してんの。え、左ってどっち、こっち、こっち。え、嘘、なんで左、え、なんでしてんの。コインなんで左、残念ながらコインや。なんで左手にさ、え、そんな関係あんの。だって他どこの指すの。左手の薬指は、うん、婚約指輪だよね。そうだよね、うん、だよね。え、こんなお金のやつくれるやつ嫌やろ。え、お金のやつ、あ、じゃあって。え、でもそこってダメでしょ、しちゃ。え、そんな決まりなんじゃないの。だって結婚してくださいスリンでしょ。嘘、履いてもてるやん。もういや、ダメじゃん、もうダメじゃん。え、できんの。自らじゃん。自らよ、自らバリアしちゃってる。850円の自らよ。
800、でもほらおめでとうって結婚指輪だよ。そう、結婚指輪だよね、ここにするのは。そんな分かんの。婚約指輪は右手の薬指。ちゃうちゃうちゃう、右手の薬指は俺彼女いるんだやろ。左が婚約指輪、結婚指輪、婚約中は左、右手の薬指。恋愛封じ。何で恋愛やんか、やめとけ。もう中指とかにして。あー、ダメじゃん、何よ。何の、なんか黒人のラッパーみたいな指輪だってそう、ラッパーなろうと思って。なんで、あ、左だってやっぱり。何が、あ、婚約指輪の上に結婚指輪。あ、二連にするってこと。あ、嘘や、そんなお金かかんの。トレンディーなやつじゃない、だからティファニーの三連リングとかでしょ。何それ、知らない。あ、3個ある。もう一つ何、不倫。いや、不倫ダメよ。やめよ、ダメよ、ダメよ、ほんとダメだって。ほんとに夏もね、だから夏も来ますし。夏来るな。だからそんなことしてたらダメよ。どうなる、やばい、恋できない、恋できないやつ。エンジョイもないですよ。マジでやめるわ。恋愛封じって書いてありましたから。そういうのやめて。いや、でもどうするっていう話ですよ。だ、さっきもね、うん、まあ、さっきもというか、私もね、まあ、ラジオとかで、うん、ジーって言ってましたけど。誰の鼻の音。誰の鼻の音。G やめてくださいね。これ？これがダメ？まあ、G。私？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ハミチキ焼けた？焼けたてでございます。でもあのね、あ、もっとそのラジオで、うん、あの今恋愛話をね、あ、してるしてるからね。ちょっとなんかすっげえ。やめ。そのカメラの前にその、やめてください。あのめっちゃピュアな前。びっくりしちゃいましたけどね、出たってきて誰やって言われたけどね。ママママ、あのうちのお母さん今日いつもね楽しみにしてくれててね、ノープランをね。誰映って、そう、もうカメラがあってここにいましたけど今こんなところにいる。いい、びっくりしました。渋ママ、そう、渋ママがね、あのノープラン楽しみにしてくれて、観覧楽しみにしてくれててね、今日は特にタイナカマリアちゃんが来るって楽しみに。そう、そう、前タイナカマリアちゃんの時来ますんで。タイナカマリアちゃんの時嬉しいね。でもまさかこのカメラのこの距離に行くわと思わなかった、びっくりしたね。いや、そう、でもほら、だからそのラジオでね、恋愛話をやってるんですけど、だから質問したやん。そう、そうだよ、ツイッターで。そうなんですよ、あの、何質問、何質問したっけ、なんか忘れてんじゃないの。なんか出会いがありません。はいはい。あと、なんかモテたいんですけど、はいはいはい、みたいな。いや、これは今あの普通のラジオの時っていうのはさ、まあ、こういう風にコメントとかスタジオ観覧で喋れないから、うん、今日皆さんコメントもあるし、スタジオ観覧にはいいメンツたちがいますんで、うんうん、これ聞いた方がいいんじゃない、みんなに。なんで私、どういうこと、なんで私は出会いないんですかって。いや、出会いないのは、って言えばいいの、出会いないのも知らないんだけどね、うん、まあどうしたらモテますかっていうのを聞くチャンスであり、いちゃいませー。オタクなファミリーマートチキンもいかがでしょうかみたいなこと言ってましたけどね。ね、だからあのどうですか、だから聞けるんですよ、うん、で今日なんかビービーって鼻詰まってんねん、誰かが。これな、電池ないかもしれない、電池ないのかな、すいませんけどね。そんなうるさい、ほんまないやん。すいませんね、うん、あのだから、うん、もう一回ちょっと整理するとね、 G とかいろいろだよ、 G で言ってますけど大丈夫ですよね。あ、ダメね、だっていい加減にしろよ、もう進まないだろうよ、話が。いらっしゃいませ。もうファミリーマートのロゴやめてください。すごい、スポンサーじゃないですからね、もう。今のすごい感動した。まあね、なんかだからそのなんかその今日はね、うん、皆さんに、うん、あ、一個言っていいですか、これだけ変え、これを変え、もう一個の方を変えたらいいと思うんですけど、ここでまさかの公開電池切れ。あ、いいよ、じゃあ喋っていいですよ。いやいや、すいません、じゃあちょっと喋って。いややって、あの電池しゃべってください。いらっしゃいませ。あの電池をもらえますか、電池を。電池もらえば。いやいやね、そうよ、はいはい、私が持てない。はいはい、はい、やばい、そうです、つらい、めっちゃつらいよ。聞いてください。え、でもなんか渋沢昨日、はい、なんかアドバイスくれた。そう、原さん、そうよ。
しょうか。どうですか、どうですか、どうですか。あ、いい感じ。あ、いい、お、お、いいですか。いいね。いいですね。大丈夫ですね。聞きました。あ、治った。ダメって書いてある。治った。治り、こっちはいい感じですね、うん、まだジージー言ってる。え、治ってる。でもね、放送ではダメだって書いてあるんですよね。ノイズを治ってない。え、嘘。あ、なんかね、スタジオのね、大丈夫なんですけどね。ノイズあんねんって。ノイズある。スピーカー切ったから。あ、中身は鳴ってるけど、こっちには聞こえんくなっただけ。なるほどですね。ノイズが聞こえない。あ、ちょっと田中なんかちょっと連れて、でもね、連れてきてない。あの、ノイズは初めてよ。やめてよ、なんか持ってるみたいな。持ってる？持ってないよ。持ってないですか、うん、大丈夫ですか。うわ、怖い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 。なんか夏だからホラーな感じになってきたかもしれないけど、ちょっと怖い話する。怖い話しますか。てかね、え、な、見えんのやろ。いや、見えへんだったっけ。ちょ、見えるけど、あんまり見えるって言ったら嘘つきみたいに思われるから。そう、あんま見えるとは言わない。軽く。でも見えるって言ったら、ほら、みんなほら嘘つきだろうみたいな目で見てるじゃん。見てないよ、ネガティブやって。いやいやいや、ちょっとね、だから見えたりする時もね、あったりなかったりあったから。でも嘘つきみたいに思われたくない。ならへんって。そう、だから、まあ、ちょっとね、ノイズも少し言うとあれでしたけど、じゃあちょっと話をまとめますと、うん、まあ、どこからまとめる。モテないからぐらい。そうですね、まあ、まあまあモテるけど。夏が来るんだけどね、モテもしませんし、出会いもありませんしっていう、この女子2人なんですけれども、うん、ずっとそんな話して、この間もさ、お鍋行った2人で。お鍋行きましたね。なんか、はい、まあ、普通に話してしゃべりながら食べんねんけど、うん、ひどい鍋会だったな。そう、どうしたらどうしたらモテるんだろうとか。なんかさ、どうするって、今後どうしていくっていう。だからね、そのしゃぶしゃぶに行ったんですけど、なんかさ、それは野菜とかバイキング形式で持ってきて、その食べるっていうやつなんですけど、めっちゃ面白かった。そうなんだけど、なんか横とかに、うん、結構ほら、お仕事帰りの男性 2,3、うん、人グループとかって結構多かったんですよ、うん、やっぱ食べ放題しゃぶしゃぶなだけあって、ね、うん、野菜をさ、綺麗に作るね、鍋を。すごいね、アクとかすごいすぐすくる。そのテーブルの上がまず綺麗で、野菜の彩りとか、そう、入れ方とかも、そう、なんかね、すごい綺麗なんだけど、私たちの鍋はもうごったにみたいな。いや、うん、あれは見られたくない。いや、ひどくて、なんか横の人見たらさ、すごい綺麗に男性鍋してたのに、うん、ちょっと私たちも何でもとりあえず入れちゃえば一緒だろうみたいな感じで、もう切った。でも死なるからさ。そうよ、死なるから。だいたいね、だいたい一緒。アクはコラーゲンだから大丈夫だ。でも一応アク取ってて、アク取っててんけど。あ、私の方大丈夫だよ。アク食べた方が肌にいいと思うし。でもアク取んねんけど、そのアクをすくってから、このこっちの瓶に入れるまでが遠すぎて。いや、あれ汚い。あれは私ダメだもん。あれはこうすくったやつを自分のあのポン酢の中に買って一回入れて、一回経由してね。あれはダメ、もう持ってこなきゃダメですよ。あれはアク取りのやつを持ってきて入れなきゃいけないのにさ、そう、すーってボタ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 ってアクがもう汚いし、もうやってんのか分からへんくなっちゃった。綺麗にやっぱりダメだと思った。それでちょっと男性のね、うん、なんかその2人組3人組とかもいっぱいいて、うん、それちょっと汚すぎるし、そういうところがダメなんじゃないかなと思ってすごく反省しました。そう、多分横の男性グループは絶対あいつらモテねえんだろうなって思ってただろうね。そう、ひどかったもんな。ひどかった。野菜をこの入れた後にすぐ野菜取りに行って放置する。鍋放置する。そうしかもあのマックスでね、レベル5とかにして、そう、帰ってくるまでにはできてるみたいな。アクがまたこうなって、そうね、アクは大丈夫だから取んなくて、食べるから。コラーゲンやから。最悪だってきてますよ。だからいや、ちゃんとはできるんだよ、もちろん綺麗に鍋作ることもできるんだけど、ちょっとダメだねと思った。女子力がなくなりすぎてて、そういう気遣いができなくて、 なんで絶対今みんな思ってるわけ、絶対一緒に鍋行きたくない、うん、で鍋ってね、やっぱ絶対女子力が一番こう発揮される場所なんですよ。
だから鍋奉行っていうの。あー出た。そう絶対できへんやつや。あれだよね、絶対みんな思うんだけど、みんな多分結構男性も多いと思うんだけど、一番最初にからうどんを入れるのはダメだよね。ほら、怒ってる。やばい。でもうどん美味しくない。もう最初の時点で食べたよな。最初の時点でうどんは入れちゃダメ。あー、ダメだ。やっぱダメなんだ。って言ってる。ダメ、やっぱダメ。いや、うどんは締めじゃない。あー、やっぱそうだよ。アイスが締めじゃないの。そう、アイスが締めなんだけど。まあ、アイス締めやんな。やっぱ締めなんだって。うどんは最後だな。そうなんだ。あ、そう、私はなんかこれは本当に子供の時からなんだけど、もうしゃぶしゃぶとか特にすき焼きの場合はもううどんがメインなのよ。お肉よりもうどんが、そう、お肉よりうどんが食べたいから最初に、だからやっぱ家族にも言われるから、私の、あ、じゃあ鍋の端っこだけはうどんゾーン作りますってやってたからだからね、すごいね、それをね、あの、まあ、結構女子力高い、あの鍋会なんかに行った時に、じゃあちゃんと気使ってる、ダメなのは分かってるんだけど、うん、お肉よりも野菜よりもうどんが食べたいからうどんゾーン作りますってやると、うん、ありえないみたいな。なるやろ。なるよ。上司に、なんでそういうことするのって怒られるんですよ。怒られるよ。そうなの。でも、うどん食べたい。超分かる。でも足りなかった時は、じゃあこっち食べますってできるね。全然大丈夫だけど、でも女子力高い、ね、鍋奉行の女の子の時にやるとめっちゃ怒られるんですよね。いや、これがちょっとね、超分かる。それ分かる。でもやっぱみんなそうだったもん。でもアイスも最初に食べたいねんか。あ、そうなんですよ。レザーと先行きたい。レザー先がいい。すき焼き入れたとは言えない。でもアイス食べて、うん、甘いもん食べたらさ、うん、しょっ辛いもん食べたいやん。そうそうそう。だから鍋行くって。そう、わかる。でも最初さ、あのパンケーキとかもそうで、うん、パンケーキって食べたい、パンケーキを食べたいんだけど、最初に食べたい、食前にパンケーキ食べて、うん、次にご飯食べて、うん、でやりたいんだけど、え、ご飯食べんのパンケーキ。いや、パンケーキでご飯食べないんだけど、まあ、パンケーキでご飯食べたいの。いや、要はデザートが先にってこと、直前に。分かりづらいわ。だってパンケーキはメインやもん。だってえ、でもほら、先に食べないとお腹いっぱいになったらさ、デザートって美味しくなく食べ、なんかもうくどいわってなっちゃうから、先にデザート食べたい気持ちは分かる。分かる、分かる。ほんまに。これダメ、みんなダメ。これはいいんじゃない、甘いもん先ね。甘いもん先はいい、いい、いい。でも怒られるよな。結構ね、なんかね、え、先行くのみたいな。え、なんでさ、なんなら、なんなら一番ベストなのは、例えばじゃデザートが先だとして、うん、じゃあ半分先に食べるのね、ケーキを先に食べて、ご飯食べて、半分最後に食べたい。わかる。わかる。ありがとうございます。いやそうなの、そうなの。これめっちゃわか、わかる、わかった。ちょっとわかる人挙手。ママ、ママだけ。やっぱ家族やな。家族だ。やっぱ家族やな。ママだけシュッてあげた。育てられてるな。親やわな。やっぱみんなないんだ。だからね、だからそういうのももちろん、まあ、20歳過ぎてる、まあ、大人ですから、うん、そういうのはダメだっていうのはね、まあ、それこそ小悪魔本にも書いてありますし、ありえないっていうのも知ってるからしないんだけど、うん、でもさ、なんかだからデートに行くとしたらだよ。無理、絶対無理。そう、そうでしょ。だからみんなの今の、今の冷たい目線が来るわけ。あ、こいつありえねえ、またまたまた悪を食べてるってなる。なるから。なるね。ね、だから、だからデートに行くことすら恐怖でしょ。だって全部がダメなんだから。だってあとさ、あとさ、これも渋沢わかると思う。何よ、これ何よ。渋沢わかると思うねんけどさ、うん、辛いものが大好きやねんか。あー、はい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 。一味が大好きなの。はいはいはい。タバスコとか。うん、だから、何を食べるにもお皿に、一味をキャップ外してザーって入れたいの。でもそれをしたらさ、やっぱみんなむっちゃ引くやん。それはダメだよ。もう我慢して。なんか作る人の気持ち考えてんのみたいな。言われるみたいな。よくある。苦手障害ってコメント来てますけど。わかるやろ。わかりますよ。私もわかるよ。それは怒られるから。はい、はい、はい。ダメだよ。でもやっぱちゃんと、うん、ほら、お店でもやるんって来てるよ。
嫌悪感引いてるもん、引いてるやん。コメントでもう分かる、うん、バカって。いやでも渋沢と行った時はできんねん、うん、そう、うん、困ったなって来てるよ、もうちゃんとなんか偉い人とかなんか、うん、そう、はいはい、女の子とかちゃんとしてる人やったら、うん、これ分かんなって。でもコメントがないわばっかりよ。でも我慢するもんでも我慢するやろ。はい、我慢しちゃった。私は結構我慢覚えてますから、もう、うん、我慢するようにしてる最近、ね、だから言ってみればそれでデートでうっかりやっちゃったら、うん、もうみんなないわっていうコメント今のうわー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 。そうだから恐怖だよね、うん、デート行くって恐怖よね。だからだって今の段階でも全部ダメだよ。鍋はもう無理だし、まずデザートも頼めませんよ。なんならなんならご飯はやめましょう、デート行くときに、うん、ご飯ダメよ。ご飯あかんの？ダメダメダメ。じゃあ何どうしたんよ。散歩。散歩セーフじゃん。でもあかんで、散歩も高いヒールで行くやろ、うん、行くよ。あかんで。なんでよ。あかんやろ。なんか足痛いとか言ってめっちゃムカつかない。なんでさ、デート行くとき、なんでこんなさ、ちょっと待って足痛いからってこんなんなんないよ。よくあるやん、祭りでとか。え、こんなんなんない。下駄履いてて、なんか、そしたらチャンス。そしたらチャンスじゃん。あの、なんの？おんぶチャンス。そんなチャンス。おんぶチャンス来ますよ、おんぶチャンス。そんなチャンスあんの？だって少女漫画でさ、書いてあったもん。なんて、おんぶチャンスって。君へ届けで書いてあったもん。おんぶチャンス？うん。にあのまずね、花火大会で初めて行くんだけど、うん、その時にね、下駄を履いてくるじゃない、うん、そしたら足が痛くなっちゃったら、まあ、あるある、足痛えんだろとか言って誰かが言ってくれるの。そう一緒に行ってくれる人。その女の子は足痛いんだけど我慢して何も言えないんだけど、ちょっとなんかやっぱ元気ないの、うん、やばい足痛いどうしようってなってて、うん、それね、男の子は気づいて、うん、もう帰るぞっていうの。え、冷たいよ。めっちゃそう、そして女の子がなんでよっていう風になるから、うん、ポロ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 泣くの、うん、そしたら男性が足痛えんだろ。え、分からんよなんで全然なんでよ。だから足がだから帰るんやろ。全然嬉しないやん。なんで一回帰って帰んのかいって言うやろ。一回帰って、それで要はさ、あのでもちゃんともっと一回出直そうみたいな、スニーカー履いてこようみたいな。でも女子の気持ちとしては、うん、その人のために浴衣を着て、うん、はい、下駄を履いて、うん、痛いのも我慢しながら、うん、こう可愛い私を見せたいわけでしょ。そうだよ。なのに帰ろう、足痛いんやろとか言われたらはぁーってな。優しさじゃない。どっち派なの？みんな全然だって無理して足がもうさ、もうずったずたになってるのに歩くな。でも本当に男性の皆さん、でも本当に足の靴ずれって、うん、どうにもなんない痛さなんですよ。本当に何なんだろうね、あれ。わかるよ、すごい。何だろう、何であんな痛いんだろうね。ちょっとじゃん、言ってみれば、言ってみればちょっとなんだけど、足に食らうダメージのでかさは異常。わかるわかるわかる。何だろうね、あれ。本当にこれ多分あんまわかんないと思うんだよね。もうさ、本当にダメだよね。足やられたらもうダメだよね。あれね。みんなどうですか、でもさ、嫌やんな、帰ろうとか言うな。でもアニメ見すぎとかえ、嫌じゃない、帰ろうって言われたら。でもそれが喧嘩になってまうわ。いや、でもそれがまあ足痛いんでしょっていうことだ、優しさよっていう。でキュンって俺この優しさよ、気づいてたんだっていう。ほら、そしておんぶしてやるよみたいな。いや、そんな恥ずかしいいや、そうだけどね、そういうのがあるみたいよ。だから、なんか散歩ダメ？じゃあ何ができるのよ、そしたら。ご飯も行けないし、散歩も行けないし、あ、ドライブ行けるんじゃない？あ、ドライブ？免許ない。ダメだ。免許はないの？ない。あ、でもさ、男性がだってやるじゃない？運転は。ドライブ何が、いや、女子同士だったら楽しいけどさ、何が楽しい、どういうデート、全然分からへんねん。その、もう一個分からへんのが、はいはい、温泉デートってよく言うやん。あ、バラバラやん、男女。あ、何が楽しいの？じゃあ1時間後にここ集合ねっていう。ここ足りない足りない、私7時間ないと無理。1日いるやん、それ。そうだよそうだよ。1日離れ離れで何をしに行くの。でもさ、あの大江戸温泉とかって確かカップルとか多いよね。なんで多いよね。大江戸温泉多分なんか足湯とかあるんだよ。なんかで足湯は要は男女誰でも入れるから行くんじゃなかったな、確か多いはずだよ。え、じゃあ足湯しに行こうぜって大江戸温泉にデート行くの。いや、わかんないよ。でもデート、で私よくお風呂、スーパー銭湯とか健康ランドとかめっちゃ行くんだけど、うん、確かカップルはいるっちゃいるよね。
よく言う聞くよな。待ち合わせして一緒に帰ってったりとかするよね。そこだけやろ一緒にいる。あーどうな、大江戸温泉混浴あるママ手挙げてるから開けて開けて、あなたに出現権ないですよ。聞かせて。おいババア、何ホテルとか言ってんだよママのホテル事情聞いてしまって。おいやめろやめろ。一流旅館にあるみたいよ婚浴が。びっくりしたよ、何言うかと思ったら、うちのお母さんが今手挙げてホテルにはって何の話をするんだ、生々しい、びっくりしたなと思いましたけど、びっくりした。旅館とかね、まあ、温泉のホテルとかなら婚浴、婚浴があったりとか、貸し、二人貸し切りとかってことか。あーなるほどね。でも、いや、はい、でも、でも、でもお母さんやめても。でも婚浴にしても温泉は嫌やわ。ダメです私 NG です。超わかる超わかる。え、どういうテンションで行くの？すっぴん NG です。間違いないな。ダメよ、ダメダメ。え、どういうテンションで行くやろな。なんかこう、こういう、え、こういうなんか白いバスタオル巻いてる、こういう、なんかこうさ、こうやってこう、こうやってこう、なんも思わないよな。こうやってこうやって、こうやってバスタオル、こうやってやる。見ちゃダメってやつ。短いってやつ。長いやつ持ってこいよ。嫌じゃないの？入ったはいいけど、すぐ伸ばせるからさ。あ、マジ私もうずっと入ってちゃうから。ちょっと熱いし水風呂行くわみたいな。あ、そうなんだ。赤やの？赤やの？ダメ、あ、でもダメ。サウナとかでさ、塩とかさ、パン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 とかやってるおばちゃんとか見てると、あ、ダメだなって思うよ、確かに。いや、もう無理やろ。あ、ダメだね、うん、彼氏と一緒に入ったこと、温泉デート？ないでしょ、みんな。逆にある人、彼女と温泉デートしたことある人？あ、いる、あ、どうね、どこに？いやいや、想像しちゃう。想像しよう。うん、なるほど、いいよ。あ、でも結構いるよ、みんな。あ、え、嘘や、見え張ってるやろ。みんなあるわ、絶対見え張ってるって。嘘、お風呂でイチャイチャしたり。引くわ、マジで。あらららら、やっぱいいんだね。でも私はダメよ、化粧一回。私も嫌。やめ、ね、お風呂やめ、お風呂ダメ、ダメよ、全部できないじゃない。じゃあどうする？ドライブダメよ、寝顔がブサイクダメ。あ、それはあかん、はい、寝ちゃう、すぐ寝てしまうからダメ。他は何があるの？あと何？あとはデートは？あと何？ お買い物？あ、ショッピングダメだわ。私も無理、自分で選びたいもん。うん、遅いもん。いや、遅いから、だって絶対嫌がるもん。え、しかも持たせたりしたくないやんな。あ、無理だね、うん、ダメダメダメ、偉そうやんな。ダメですよ。じゃあやめよ。じゃダメじゃん、もうもう諦めろ。ショッピングはほら男はイライラする。あ、ボートだって。ボートって、あの六重なしブルースの千秋ちゃんと前田大尊がね、あそこで井の頭公園でね、別れんのやろ、井の頭公園でボートしなったら。でもボートとか乗ったことないわ。ないね、ボートに乗ったことないやろ。ないね、ボートないね。スワンボートとかでしょ。ちょっとえ、スワン、え、スワンでしょ。え、デートで乗るのってスワンじゃないの？こうやつやろ。足のあの脚力をめちゃくちゃ使う。スン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 。それな、アヒルさんボートな。そう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 、あれでしょ、あれじゃないの？それなんの？あれじゃないの、デートって違うの？え、でもなんか、テコ入れ、テコギだって、こういうやつだって。あんなんだって。一緒に何を楽しむの？おー、イエス、おー、イエス。じゃあ私やるから、おーでやってな。あったあったやつやろ。あれね、なんだっけ、負けるもんかみたいなやつあったよね。なんだっけ、なんだっけ、あの相武咲さんのね、あーなんかあったな、おーイエースのやつ、なんだね、負けるもんかみたいな、なんかやるんじゃない、やります、頑張りましょうみたいな、あったね、あったね。あ、じゃあダメだよ、だから向き合って会話しながらだって。いや、向き合って会話しながら、なあ、でもタイミング難しくない？喋りながら。そうですね、イエス、そうですよね、いい天気ですね、セイイエス、この後セイイエス。めっちゃ大変やん、そんな時に。ダメじゃん、タイミング分からん、全然ダメじゃん、デートじゃあ。なんかいいやん、できない、いいやん、くださいよ、いいデート。じゃあ、そのじゃあ、あの春ネオンカラー T シャツのおしゃれボーイ、いいデートプラン、いいデートプラン、私たちで映画。え、でもさ、はいはいはい、意見ある、意見ある、はい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 、はい、見ます、はい、まあなんか悲しい感動的な映画を見ます、はい、感動的なやつね。で、まあ泣きます、うん、で、終わった後に感想を述べ合うでしょ。あー、なるほどね。でも、うん、こっちはすごい感動してるけど、うん、そっちはそうでもない時あるやん、はいはいはい、意見の交換がちょっと違う、うんうん、
イラッとしひん無理やろ。そこの映画の、まあ、感想はまだいいんだけど、ポップコーンをわかる、ポップコーンを食べる音が気になって映画に集中できない可能性があるのでダメかもしれない。わかる。あとほんま女子力低いこと言ってまうけど、うん、ディズニー見に行こうっていうテンションになったことがなくてさ、あー文句ばっかりだなってみんなこいつらダメだなってきてるんだけど、今流行ってるやアナと、うん、はいはいはい、なんたらなんたら、はい、見た？いや興味ある？いやあのなんかツイッターとかのなんかあれ画像がよく回ってくるそれな興味ないやんはい、はい、そういうのがあかんねやろ、うん、男子的にはさ男子の方が意外とさ、そうよアナとなんたらのやつ好きみたいな人がいるやん。アナ見に行った人ほら、あ女子力低い男子、女子男子だから男子かそうだからそういうのあかんなと思う。あじゃあ、うん、じゃあで映画もダメだとして、はい、ディズニーランドは、ディズニー、はいはいはい、はい、ディズニーランドは、はい、長時間並ぶでしょ、はい、あの間はどうしたらいいの私のテンション。あしかもご飯食べるの NG だから1日ご飯食べずにディズニーランドにアフターシックス、あご飯食べてからね、ご飯食べた、そっかそっか、ご飯食べてでドライブもせずに現地集合にして舞浜でして、でご飯も食べて現地集合で、で並ぶ時間、並ぶ時間とかどうするの、どうするの、どうして会話つな行かなきゃいけないんでしょ。しかもヒール履いてったら怒られんで。ああ、そうだ。無理や。ああ、なんで？無理や。ヒール履いてたらなんで？デート、ああ、そっか、ダメだよ。でも現地集合ないって。え？あ、どうやって行く？電車で一緒に行くの？だからドライブでみんな行くんじゃない？車で。はあ、もう家でスカイプでもしとけよ。一番いいかもね。もうまとめよう。そうしよう。だからスカイプで、あのほら、いい角度、ほら、あ、いい角度、写メは可愛いから、いい角度にして、ちょっと白いなんかレフ板みたいなやつ置いて、こうやってやって、うん、そうだねっていうデートが一番いいかもしんない。デートちゃうけど、それがいいね。はい、ということでですね、まあ、なんでこの話したかというと、まあ、ちょっと初めになんか GG とかで言えなかったんですけど、コメントでね、今日ほらいつもノープランだから、なんかノープランでやってほしい企画をコメントで募集しますって言ったらね、あの今のあの2人でガチの恋愛話をしてほしいっていうコメントがあったんで、ちょっと早速採用させていただいてこの話になったわけですよ。切ないな、ガチでしてくださいって書いてあったんで、もっとねやりましょうよ。マジで、あのちゃんと恋愛トーク、なんか今度はネタを仕込もうよ。文句ばっかり言ってきてます文句ばっかりなんでね、ちょっとね、あの皆さんにもいろいろ勉強させてもらいながら、恋愛話に、ね、聞こえなかった？嘘超恋愛話だった。嘘、恋愛に発展しそうもないと言われてますけど、夏が来ますんでね、ちょっとね頑張っていきたいと思いますんで、いや女子力アップしましょう本当に、2人のアピールポイントも何もクソもダメだダメ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 って来てますけど、クレームばっかりだって来てますけどね。クレームって言い方ということで、2人ともあの来月も月1レギュラーなんでね、どんどん日に日に月々にね会う時に2人とも綺麗になってるといいですね。そうですね。いやもあれなんか田中ちゃん痩せたみたいな、なんかお肌ツルツルしてるねとか言おう。もうカッサカサすぎてダメだよ。鍋でコラーゲンという油をアクを食べながら頑張りたいと思いますけど、さあということで以上ガチンコ恋愛トークでした。イエイ、はい、いいね本当にね。ということでですね、またそのさっき言ってました、はい、恋愛トークをしてほしいというコメントに引き続き、次にですねありましたのは、こちらの企画をやってほしいという要望がありました。さあ企画とはですね、はい、こちらです。ダダン出ないよ、テロップ待ったやん、テロップできてるやん。テロップないんだよ、だってノープランだからね。さっき決めたコメント、だって視聴者さんのコメント欄のブログのコメント、よし採用ってやってますから、そうというのはですね、こういう問題でございます。二人で日本地図を完成させてください、とのコメントをいただきました。なめてんな。え
コメントが舐めてるわ。え、なんで？え、逆になんで？私ね、実は一回ね、やったことがあるんですよ。日本地図。日本地図。ここで？そう、結構前の時のやつだ。結構どれが1年ぐらい前かな、うん、そんな経ってないかな、うん、やって全然できた記憶というか、自分ができたのがどれぐらいだったかも覚えてないんだけど。え、だって小学生で習うよな、日本地図な。テストやったよな。やった？やったよ。嘘。中学でもやったよ。嘘。絶対やった。でね、まあそれを作ってほしいというコメントがありましたのでやりたいと思うんですけど、うん、あ、すごいね。ね、で、まあ私も一回やったこともあるっていうのと、うんうん、あとまあ田中が自信あるということで。うん、まあ、そのコメントに少しプラスして、うん、今回は10分以内に日本地図を完成させよ。なるほど。できる？できる。どっか本当かな。 上の方マジ任せて。あ、マジで？上マジ任せて。だってテストの時こっから覚えていくやん、うん、はいはい。だんだんなんかもうやめようかなってなるからこの辺しとこうかなってなるから。嘘。ここはできると思う。でもほら、私も一回なんならやったから。そうやろ、後ろ任すわ。じゃあ潜在意識的にもしかしたら分かるかもしれないね、うん、感覚的にな。さあ、でもね、正解は皆さんのコメントでね。これは皆さんで作る番組ですから、うん、やっていきたいと思います。さあ、ということで書くところから、ストップウォッチはありますかね。iPhone でも何でも大丈夫ですけども、まあ10分で仕上げますよ。え、上から行くわ。上からね。では10分で、10分間で、うん、日本地図47だっけ。47都道府県。あ、47。いやいやいや、7だっけ。増えたんじゃないの？増えてない？増えてない。足は出来かけてたもん。ざわざわやめて。あら、本当に？7だっけ？7だっけ？本当？で、47らしいです。じゃあ、47都道府県を、うん、1から10分間で2人で力を、今回は対決じゃないから、うん、協力して、うん、完成させていきたいと思います。うん、それでは、10分間日本地図作成、よーい、スタート。急いで。え、どうやって北海道書いて、北海道。待って、やめて、その北海道。なにこれ。なんでよ。これダメよ。私、絵は上手いから。え、マジこっちがふざけんねん。え、キモ。マジガチ。うまっ、うまっ、うまっ。出身者すげえ。ほら、北海道は絵はうまい。まあ、こんな感じです。めっちゃうまっ。北海道絵はうまいですから。私、北海道こんなもんでしょ。ほんでここに、え、馬ちっちゃ、なんか9なってんな。え、でかなのそれ。こんなんだっけ。こんなもん。え、ちょっと待って、もっとここ大きくしてよ。全体的にでかく書く。ちょ、お前マイクつけろよ。マイク大きいスタイル。ちょっとでかく書くで、見やすいように。うん、ちゃんと北海道小さめにして。あ、なるほどね。うん、じゃあ北海道があります。え、なの急に。メタモンみたいになってる。メタモンみたいになってる。こういうことですよね。ついてるけど大丈夫これ。ちょっとまあ橋があるということで、うん、じゃあこれでなんとなくざっくりね書いていきましょう。はい、時間ないよ。みんな何分経過って言ってね。みんな知ってんの、その時。1分半、もうはや。タイムロスしてる。え、どうしよう。え、こっち北九州？北九州？北九州？ここ京都。ここ北九州？ここ京都。ちょっと待って待って、分かったから埋めてこ。北海道。ここ東京。ここ青森。どんどん埋めなきゃ間に合わない。北海道、青森。東京。岩手。京都の上は長崎。バカか、ふざけんなよ。え、なんで？ダメ、ふざけんなよ。違う、え、行ったよ、行ったよ。行ったよ、修学旅行。修学旅行で行ったもん。隣の県行くわけねえだろ。バカか。え、なんで金閣寺が京都で。ふざけんなよ。金閣寺に行く人は長崎だったもん。なんでだろ。お母さん怒るよ。待って、長崎だったっけ。
ここあ、マジ岩手宮城やばい、時間が何分か言っててくださいね。あ、そうだ、四国やるわ、四国山があった、四国うわ、すごいじゃん、どうしたの、やばい天才か、バカにすんなよ、やば、名古屋かけるわ愛知だから名古屋ピーブ、そこちゃう名古屋そこじゃない、あとはえ、なんで消すのよ、名古屋この辺、名古屋ってか愛知だ、え、なに何の話え名古屋でしょうよ、何よ、え、一の超狭い、一の橋ジャンクション、一宮ジャンクション、何の橋、何の橋、何の橋、一宮ジャンクションあるよね、あとは四国は、四国、四国は四国で何分、栃木、栃木がない、栃木がない、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山田、徳島、茨城群馬この辺やねんな、絶対群馬、岩手、宮城、栃木ってどこよ、四国、栃木、群馬、四国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 、群馬、四国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 、何だっけ、お前何もやってるやってるんだよ、めっちゃ頑張って、広島は、広島ここら辺でしょ、千葉、広島はね、あの橋があるからね、温度橋が、広島あって、最中何なの、バカにすんな、この辺横浜じゃない、な、横浜って何なの、横浜、横浜神奈川じゃん、海あったからね、横浜あとはね、なんだっけ、なんだっけ、九州、九個言ってって言うな、なに、マジやばい、やばい、どうしよう、全然わかんないな、あと何あるっけな、ね、これ詰めすぎなんじゃない、詰め、やったのよ、そうなんだよやったんだけどね、全然入ってこないでね、新潟、新潟、あ、新潟ね、え、私、あとなんだろう、新潟ってこういうやつやろ、あ、ね、なるほどね、佐渡が、佐渡があるよ、平川地一丁目、平川地一丁目兄弟のディゴ懐かしい、え、やばい、富山、富山、あー、富山ね、富山ってどの辺、9個で、9分割、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個、ね、なんか、ちょっとヒントお願いします、九州の単語だけ言ってください、9個、香川、香川県、あれ、こっち、こっちかな、はい、鹿児島、鹿児島、鹿児島マリナーズ、はい、熊本、もうそっち知らん、はい、福岡ね、ここだ、違う、福岡、琵琶湖、え、琵琶湖、水、これ琵琶湖な、え、この辺やろ、うん、大阪逆やっけ、 え大阪どこ、あ、大阪があるわ、大阪、やめてなんでなんでよ、大阪、奈良もあるよな、琵琶湖ってこういう字あ、わかった、ここじゃないわ、え、九州言って、九州、みんな九州、九州言って、ここや、京都、ん、京都どこ京都どこ、え、京都でも海があるから、宮崎マンゴー、はい、次、九州、分かった、佐川、ここ、はい、言って、あともう一個だよ、九州、九州もう一個よ、九州、分からなくなって、九州もう一個は京都、京都、あ、九州、ラスト一個、石川県、石川石川県、九州言って、九州、九州言って、あと一個、マンゴー、マンゴー、マンゴーないわ、やめてよ、ないじゃない、ちょっと別府温泉ね、温泉ね温泉ないよ、別府温泉じゃないっけ、別府温泉のね、入浴剤いいよ、そう、美味しそう、あと3分あと3分ちょっと待って、九州のここだけわかんないよ、大阪どこさ、大阪わかる、でもここ、あ、やめて、なんでよこっちの方やばい、あと3分しかない、ここ滋賀、滋賀ここじゃない、バカかもう一生行くな、え、奈良、あ、奈良県ね、大阪、
何それ鳥取鳥取香川香川使ったよいや絶対違うからそこえ鳥取香川もう使ってるんだけどなどうすんのよ2個になっちゃったじゃないよ何があったっけ鳥取香川愛媛あー愛媛みかん愛媛あーともう一回桃あはいはい岡山県ありがとうございますえここやろえそうなのちょっと私の駒取んないでよ岡山AC がここ桃太郎ランドあと愛知がないこの辺が愛知あれあれちょっとほらあれで停車駅を桃鉄の停車駅を思い出して思い出してなんだっけじゃあここくっついてるからな鳥取と京都がそうあ、そうなんだあとはあと何分あと1分しかない九州言って九州大分大分いたいた違うからこうあ、ブーン、うん、あとはあと1分よあと1分何があったっけ愛媛、広島やろ広島ある使ったカープ広島広島なんだっけ広島広島のシェイク香川あれ J リーグ山口山口あはいお酒があ福井え何福井ってえ絶対そうなってるあとあれあのお酒がさすごい得意な人たち誰あの酒の鹿児島そっちいるやんあ、ほんと使ってやる何分やばいやばいやばいもうあと1個やばい和歌山ここじゃない和歌山この辺4大丈夫和歌山ここやあーえ、もう10分経ったどう10分経ったどう早っどうどうどうこれちょっと皆さんこういうアップで抜けるえ、マジ賢いと思う長野忘れてた大きいのにあんなに存在感表してる長野忘れてた岐阜県はあー岐阜好きなのにな岐阜県習ったのになこれ、あ、もうちょっと違うけどあ、静岡もないあー山梨なんか知らない山梨もない富士山破壊破壊やばい三重島徳島徳島こっちでも下は下分からへんの下は愛媛は使いました愛媛は使いましたああ三重県は NG まあ三重ね三重県女子赤くこれ映ってますあはいここは沖縄ね沖縄忘れてたえ？え？違います？やばい。ああここね異変じゃなくて異変じゃなくて沖縄ね。さあということで10分が本当に早すぎてやばかったんだけど、うん、コメントどうですか？たくさん来てますけども。うんはってなってるはってえはってきてるの頑張れっていうコメントもらってるもんだと思ってたんだけどひどい中野って何中野バラバラ全く違うわいやひどいな嘘私すごいねまあ見たかったんだけどさまあ一生懸命やったからみんなすごいコメントくれてたから頑張れいけるぞとか教えてくれてるのかと思ってたらはバカだった、うん、だよさあということで、うん、正解してるところはここ何個いきます北海道ピボン水路そうね、うん、クリアクリアじゃなくてねピボンそして絶対合ってるのは沖縄青森合ってるよだから上の方はテストですごい勉強したからしかも青森すごい行きたいから青森秋田は行きたいから知ってるの、ね、青森 OK 合ってるやろ岩手合ってるやろ宮城も合ってるやろお、東北合ってる？東北大好きに。うわあ、マジ？福島も合ってるやろ？うわ、恥ずかしい。じゃあしょうがなくない？福島。じゃあしょうがないね。福島合ってる。三角。
じゃあ栃木違う。茨城と栃木と群馬の違いがわからないんだよな私。群馬は村やろ。群馬は村って聞いてるもん。群馬は村で栃木は町。ちょっと都会が埼玉大宮。大宮。ピンポイントや。あとは合ってるのは。あ、位置関係合ってるって。千葉、東京、神奈川。おー。合ってるやろ。これやろ、新潟マジ得意。合ってるじゃん、あなた。すごい。栃木、ここがちゃうんだ。すごいね。ちゃうんが茨城。関東合ってるね。じゃあ私の、これは神奈川は合ってますか、こちら。合ってる。ほら。わ。愛知は？え、マジ？だって神奈川から、神奈川からは行けないよ。愛知？東名。でも東京と京都行くときに真ん中ら辺で名古屋通んねん。いや、東名高速に乗るわけですね。たら、神奈川ではないよね。神奈川。マジ？間違ってますよ。ここが少ないんや。なら少ないよ。富山あるで。新潟、あ、富山は新潟と似た関係らしいですよ。なんでそんな知ってんの。石川県は。石川ってる？石川って九州とかそっち系だよね。違うよな。新潟の隣、本当？新潟の隣。あ、この辺り？ほら。あ、そうなんだ。石川県ってこういう辺なのね。野島？輪島？野島電機の本店がある。愛知も違う？野島電機か。栃木か群馬、この辺は。ここは違う。ジョイフルホンダの超でかいのがある。知らねえよ。愛知も違う。そうね。愛知違う。愛知はアピタ。アピタ？だっけ？あるよね。アピカ。知らない。でっかいホームセンターがある。滋賀は？奈良は違う。滋賀マジ得意、見て。ちゃんと琵琶湖入ってんね。オッケー？滋賀オッケーやろ？京都。まず京都が間違ってる。京都！出身！ダメだよ、あなた。え、どこにあるの京都？自分の出身はダメよ。あ、ここ？自分の出身ぐらいは分かんなきゃ。私絶対間違いない。これは間違いない。京都違うの。あら、それはやばいわ。京都の上はこれ汚いけど、これスラム街。これ何？和歌山。鳥取は？鳥取ここやな。合ってる？鳥取はまあ合ってると。鳥取の横は香川県。あー違う、これ香川。ほら、私香川違うもん。ほら、愛媛。違う。福井。違う。広島。山口。大阪。来た。もうこっち後半。後半ダメじゃん。後ろは任せたって言ったよ。じゃあこっち渋沢ゾーンやばいよ。もうそうだって、だって上任せてって言ったもん。でもね、大丈夫、こっちの方は大丈夫だから。じゃあ行きますよ、四国編。全部ダメ。え、全滅？四国全滅？どこどこ？高崎って何？県じゃない。知らんねんけど。知らん。高崎県あるよ。高崎市。群馬？ちょっとずれちゃった。めっちゃちゃうやん。ずれた。何思ってそうなの。これどれが合ってるの？え、全滅？え、ここにいる系は？ここにいる系は何？正解は徳島。どこ徳島？高知。やばい、高知やばい。高知って何？高知やばい。高知って何？高知って県か。そこにしてんのか。高知？四国といえば高知？香川？香川？愛媛？徳島。愛媛みかんって四国なんだって。美味しいよね。覚えとこう、そういう風に。じゃあ四国全滅じゃん、渋沢。じゃあ次、
九州やりました私。九州担当の渋沢行きます。9個あるんやろ。あるよ9個。1、でも1個埋まんなかった。え、9個は九州ないの？え、なんで四国は4個で九州は9個じゃないの？覚えづらい。なんでなくなったの？合併したの？なんかそんな昔そんな話なかった。合併したから減ったの？減ったの？増えたの？え、増えた？あ、やっぱしたんだ合併。え、9個ないの？何個あるの結果って？コメント、コメント何個あるって？8。あ、8。あ、あ、ちょうどよかった。1個埋まんなかったから。1個埋まんなかったのよ。1個ね。大分？大分合ってます？ほら長崎？お、来た長崎。鹿児島？長崎と宮崎。宮崎合ってる。マンゴー？熊本はね、今熊本。一覧？ここなんだ。長崎の下が熊本。一覧？鹿児島。そこは熊本。あー、違うの？大分は？そこ福岡。佐川。佐川って何なの？え？佐川はね。佐賀やろ？佐賀。佐賀は、あ、佐賀。SAGA？ 佐賀。あ、いや。SAGA 佐賀。佐賀。花輪さんも書いとこうね。佐賀。佐賀。なるほど。じゃあ佐賀あってだとして。あってねえや。あ、違うの？ちゃうの？あ、違うの？下全然分からへん。わあ、じゃあ沖縄。沖縄でも天気予報でこの辺に出てない？出てるよね。この辺にこういうやつでね。あ、そう、そう。え、なるほどね。ほら、セーフ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 。危なかったね。沖縄ってここにあんの？え、超離れてるやん。え、沖縄って下なの？それ日本なん？離れてるのに日本なんやな。ここだよ。あ、そう。もうパゼロ、パゼロだね、もうまさにダーツみたいなやつだ。もう下の方にやるやつ、たわし以下のやつだ。マジで？そっかそっか。ということでですね、10分間でやったんですけど、渋沢はちょっと全然。お前まず勉強しろよ。いや、あなたもやばいですよ。全然いいや。嘘？すごいや、東北マニアがすごい。マジで？私でも1回やったからだいぶ良くなったかも。え、2回目やろ？2回目やろ？1回目の時。え、何を習った？しかもね、マリッチブルー河本先生に習ったからね。出た。出た。頭いいの、あの人全部言えんのよ。みんな言うじゃない。いや、どう言える？40何個何個7個だって覚えたもん。いや、 やっぱあのミニモニ県庁素材地のシーン。あったね。県庁素材地あったね。でもそれで覚えてなかった。北海道は青森、お次はみたいなやつ、あれだよ。分かるけどそれで覚えてなかった。いやー、チャレンジやっとけばよかったな。真剣ゼミチャレンジやってた。やってた。でもあの機械が欲しくて、おもちゃみたいなやつ欲しくて、はい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 、1回だけやってやめた。マジで？あれだけゲットした。真剣ゼミさ、やりたんだことあるわ。一回届いたけど、でもなんかその時とまだ授業のやつが進んでて、予習の仕方が分かんなくてやめたんだよね。なんか普通予習しとくといいみたいなことさ、漫画に書いてあるじゃん。漫画に、ね、あ、この問題分かる、スラスラいけるって部活も恋も全部うまくいく漫画。あれいいよね。やっとけばよかったね。家庭教もやったもん。え、すごいね。すごいね。だからこれできたの。1日でもう来ないでくださいって。なんでよ。超やりづらくて。え、でもさ、静かで何も何してんだろ。静かでしょそれ。静かでなんかやらされててプリントみたいな。でもこれやっとけばよかったね、チャレンジの、あのパズル、ね、パズルあったね。パズルとかあったね。これでも何個ですか、これ何パーセントで、何パー、大体およそ50いく？何個だって、絶対いかないよ50。40。
まあ、この辺はまとめてるけどね、なんならね。だから20個、40% ぐらいって言ってもいい？いいよ。 35%？ いいよ。もうちょっと上げてもいいじゃない。何パー？じゃあ決定してまいりましょう。じゃあそこの最前列の方に。何パーぐらいでしょうかね、出来は。大体。意外と、ぽいね。でも分かる気がする。 32%、2人で32なということでですね、渋沢とタイナカ、日本地図を10分間で仕上げると大体 32% ぐらいの出来でした。あー悔しいなー。あれはできたし。いやでもさ、確かにこっち遠く、確かにね、こっちから半分でね、なんか磁石が見当たらないんだよね。確かに。いや、まず京都外したらマジで痛いな。いや、私でも四国はちょっと悔しいね。四国は惜しかったね。惜しかった？四国、4つぐらいだったら溺れそうだから、四国今度制覇するわ。うん、世界地図できる？世界地図やります、今度。じゃあ全然1ミリも分からない。私結構今マジ満線になるんだけど、明日のね、毎日外国人の方と、ああ、うん、外国人、パキスタン、ネパール、アフリカのやつ、ね、4人をですね、あの MC やってますんで、だ4つはいけんじゃない？だからマジ位置分かる？だから確かアフリカは、聞いたのはアフリカは赤道の近くでっていうのを聞いた。暑いよってこと？でも寒いらしい。でもめっちゃ焼けてんだけどね、真っ黒黒に。あれわかる、オーストラリア。嘘、なんで？だって、え？なんで？どこにあるの？日本の下やろ。それブラジルじゃなくて？ブラジル、裏側。あ、裏側、うん、こういうやつでしょ、ブラジルってやつでしょ、うん、あ、ブラジルは裏側、ブラジルは裏で。あ、でも大体そう考えると分かるかもね。少し分かる。日本あったらブラジルで、ここは韓国。韓国あって、韓国左側にあるよな。日本ちょっと世界地図少し勉強してさ、来月世界地図やりますか。何個あるの全部で？もう300ぐらいじゃん。300件件何個あるの？何個あるんですか？380何個しかないの？もっとあるかと思いました。バチカン四国とかも。あ、超懐かしい。バチカン超懐かしい。知ってる知ってる。世界一人口が少ない、世界一小さい、小さい市はバチカン四国で、国な、え、国で、世界一でかい川はナイル川。イエーイ。そして世界一でかい岩は、岩アメリカにあります。それはちょっと分かります。あるよね、茶色いやつ。ヒマラヤ山脈、エアーズロック。面白い。ほら、アメリカじゃないの、あれ。嘘、オーストラリアだった。あなたの好きなやつ。私のやつで、エベレスト山脈はアメリカ、ヨーロッパ。エベレスト山脈ってさ、なんか妹さんが言ったやつだろ。妹さんが言ったやつはヒマラヤ山脈で、ネパールにあります。言ってたもん、言ってたもん、ネパールのよね、サップが言ってた。知らねえよ。誰？でも250万がかかるって言ってた、ん、登るのに。はっか、な、え、そう、誰に払うの、それ何なの、誰に払うの。確かにそうだよね、誰に払うの。山に備える。あざお願いします。パンパンってやって山に払うって何なんですか。エベレストね。いやでもこれいいね、勉強になってきた。私やっぱりね、世界旅するとめっちゃいいかもね、国際。あと今もさっきの今の詩っていうのを話したらやっぱ分かったことだもん、その外国人の人と。あ、だからいっぱいの人と話すと、栃木どこにあるの、群馬どこにあるのとか分かる。みんなにそれ、今日はスタジオカナの皆さんにどこか最後に言ってもらって帰ってもらうって、ここ一、うん、回このホワイトベコボードを経由して教えてもらって帰ってる。こういう動線で行きましょうか。いや、ということでですね、あ、もう1時間過ぎてましたけども。
難しかった。はい、ということで皆様からコメントブログのね、今回企画はコメントでいただきました、うん、日本地図を、うん、制覇しましたけども、どうでしたかね、楽しんでもらえましたでしょうか。難しかった。いや、10分が本当に早くてびっくりしたんですけど、最近勉強多いな。今回社会やろ、そう、この間国語やろ、国語ね、あと理科と数学や、数学、算数、算数やめない、算数マジ得意やから。クク言える、バカか本当に。言える、言えるに決まってるやろ。6の段も言えるよ、本当に、マジで10の段まで言えるよ。マジ、うん、10の段言えんの、すごいね。 10の段言える、言えるよ10の段。嘘やろ。順1が1みたいな、順2が20、順2が2、11の段は11の段が1?11の段が2っていうの、11、121、むずいね、むずいね、何言ってんの、え、何言ってんの、クク言えない、あとクク言えないのやばいって、クク言えるようにしとくで、父ちゃんマジでやばい、マジやばい。なんかね、音で覚えちゃったんだろうね。覚えてないの、やばいやばい。妹よりやばいね、小2の妹よりやばいね。え、小2で習う、習うよ。で、本当に数字を覚えられない病気なの。そんなないし、いや、ないし。多分これから発明されるってか、ないから発見される、ないから、これから発見されるよ、マジで。医学進歩してますから、マジ数字が入ってこない。理科は理科、あ、理科言える。え、マジ本当マジで。だって地学ができる、地学。地学って何、地学専攻してた。何地学って、なんだっけな、星、星、星、地学って星、近い水金地下木土天海明水平リーベ木の船、全然関係あるへん。急に関係あるへん。えさ、本当にあるよね。え、それ超得意、超得意。原子記号の計算とか CO2 プラス H2 みたいなやつ超得意。なんで、え、理科が大好きやって。いやもう、いやもね、なんかね、あれ、これ顕微鏡使いがうまい。あ、そんなんマジラ、すごいプレパラートを割らないようにするみたいなやつ。でビーカーリトマス紙が 5個ぐらい割った。なんでなんかうっかりカツンってやっちゃって、そんなんないから超怒られてましたけどね。でも、あ、理科の実験するのもいいかもしれない。解剖、解剖する。でも解剖とかしたことない、解剖なかった、ないよな、なかった。カエルとかしたことあります？あ、やっぱするんだ。あの、でも、あれが楽しかった、あの、微生物見るみたいな。だからこれでしょ、フィンターを当てるやつ、ね、ボルボックスとか見るやつ。ボルボックスっていう微生物、ボルボックスだっけ。あれじゃなくて、なんかそのミジンコ、ミジンコね、ミジンコね、メジャーなやつや、ミジンコ。あ、保健体育、保健体育って何。保健体育はツバメみたいなやつ。ツバメ、鉄棒、鉄棒。あ、鉄棒、ツバメ。何ツバメ、逆上がり。何ツバメ、え、ツバメってこういう状態。あ、待機、待機、待機、え、待機、ツバメできるわけないじゃん、そんな待機サスケのなんかあれみたい、ツバメで何時間入れるか、30何時間経過、うーんとか言ってそう。え、じゃあ保健体育も難しそうやな。保健体育は結構暗記系ですよね。人体の名前とか、そうそうそう、あ、いいね。あ、上腕二頭筋、あ、みたいなやつだろ。あれは、あの、内臓を今みたいに埋めていく。え、マジ余裕。得意やった、私。食堂があるんだよね、ここに。あるよ。食堂があるんだよね。胃。胃があってね。はい。で、小腸と大腸があるんだよね。うん、めっちゃ簡単やん。みんな誰でもできるやつやん。あ、心臓とかね、なんかそういうのもいろいろ。なんかね、またあのブログでさ、うん、もうノープランの企画を募集して、うんうん、ちょっと、タイナカのレントゲンね。そう、レントゲンがエロいって話したよな。してたね、エロいっていう話、うん、あれはもうまたしようとしてるじゃん、あなた今。しないでね、みんな聞いてますから、それ。ごめん、今レントゲンの話またしようとしてましたけど、あれはすごい、あれはすごかったなと思って。ここまで出たけど一回飲み込んだね今。我慢した。さあ、ということで皆さんからまたコメントでね、はい、もらいましたけども、ありがたいですね、こうやってみんなで作っていく感じが、うん、楽しいね。でスタジオ観覧の人もさ、こう違う違う、そっちそっちとか、うん、やっぱ2人でやるとね、本当にまず出てこないけど、ちょっと言ってもらえるといいです ね、 そうね、ありがたかったんですけど、うん、まあ、ちょっと過ぎてしまいましたけども、はい、さあ、タイナカマリアちゃんいかがでしたでしょうか。いやいやいや、今月も月1レギュラーやってましたけど、楽しかったね。楽しかった、うん、どうでした、何が楽しかった、他に楽しかった、もっといいやつ。ツッコミ疲れたって書いてある。
もうちょっとちゃんとしよう。そうなんかね、ちゃんとしっかりしよう。しっかりしたいね。いい面をまだ見せれてない気がする。今日モテない話のデートを文句がクレーマーみたいになって、ね、うん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 、あとデートのクレーマーね。そう、あと勉強もできねえクズが、うん、みたいになって、いい面あるのってきてるよ。いい面出してこ次。ただね、ちょっとさ、なんかよそ行きになりたい。よそ行きになろう。よそ行きになりたいから、うん、次回ちょっと皆さんスーツで来てます。みんなよそ行き。そう、みんなよそ行きで、そしたらちょっとなんかシュッとするかも。シュッとするかな、気分的に。でもそれではほのこって言ったらもう終わりや。いや、ダメね、ダメね、うん、でちょっとやろう。ちょっとでもちょっと次いい面見せていこう。いい面見せよ今度は、うん、なんだろうね、なんか考えとくね、うん、いい面考えとく。いい面が見れるんじゃないかなという、まあ特に女の子がこれをやれば無敵だよとかいうこととかさ、なんか、ね、料理やろ、ね、あればね。料理とかやろ。いや汚いもん、あなた悪全部自分のところで経由してるから。ボト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 。いや、悪食べてる人いますよ。一応取ろうとしてるから私で。あかいい、あパジャマでやろうだって。あ、いいや、いいね。あ、お揃いのパジャマ買おう。パジャマね、いいですね。パジャマも選ぶの大変だからね、本当に。選んであげるよ。いやだ、怖い怖い、なんかやだ、なんかキティちゃんのスウェットとか持ってきてる。やだよ。なんで。本当にコスプレとか言ってますけど、なんかこれからね夏もありますし、はい、でもさ、ちょっとまた長くなってしまうんですけど、うん、あの6月じゃないですか次回は、うん、ってことは誕生日いつでした。6月6日。あら、誕生日だよあなた。そうだよ、来月のノープラン来るとき誕生日じゃないですか。どうしよう。あら、何歳何歳。24。あら、じゃあ24時間かな。嘘やろ。え、嘘やろ。なんで24。ほら、24時間来たーって。来た、書きましてなやつ。何なの。24時間来てますよ。マジで。カウントダウンとかね。え、超嬉しいそれ。じゃあ頑張ってね。一人。無理無理。誕生日なんだあなた。無理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 。あなたも誕生日なんですから。え、でも祝ってよ。でその辺になったら行くし。だから10分前ぐらいになったら。なんでな。それまで一人で24時間寂しすぎるやん。でもなんかやろうよ。やりたい。なんかね、あのお客様とかにもほらスタジオ観覧でねできますしですね。なんかやりましょう。やりたいです。なんかしよう。なんだろうね。あ、料理もいいんじゃない。ケーキ作るチャンス。なんで自分で作らんの。すやろ。違う、誕生日に。違うの。すやろ。なんかでも誕生日なんでね、ぜひね、来月じゃあちょうどその辺、また告知もほんま、今日決めてね、来てくれる、やりましょうよ。だからね、来てほしい。来てくれるかな。皆さん来てくれますか。2人ぐらいは来るかな。マジ2人ぐらい来るし。2人もいた今。うん、大丈夫大丈夫。22でちょうどいいんじゃない。合コン的な、合コン的な。間にからやろ。間に挟めよ、間に。こっち恥いないじゃない。私ちょっとどうも挟まってないわ。誕生日やのに。どうよ。じゃ告知早くしてくれ。それいつもノープラでね、来月いつ行く、あ、明日行くみたいな感じなんですけど、まあそんな感じでね、まあ見てもらえれば嬉しいと思いますので、うん、誕生日なんでね、なんか考えますんで、はい、はい、皆さんもこういうことしてほしいなとか、こういう風にマリアちゃんを祝いたいななどありましたらですね、ぜひコメントの方までお待ちしています。ということで、はい、もう結構オーバーしてしまいましたけども、楽しかったですね。楽しかったね。楽しかったですね。皆さん本当にありがとうございました。ということで、告知あります。ない。あれよあれよ。まあ、渋沢明日も北参道放送局の昼間というか夕方16時から15時、先ほど言ってましたですね、外国人のもう異色な番組、絶対あれツイッターでこれはおもろい、本当に面白い。まあ、お笑い芸人、日本で芸人お笑いをやってる人たちなんですけど、アフリカ人の2人漫才のグループと、あとパキスタンとネパール人のコンビなんだよね。コンビ2人とも外国人で、すごいな。そうなで、パキスタンとネパールは仲が悪いんですね、国的に。宗教が違うから。やなんですごいな。でもなんとコンビを組んでてね、結構ブラックジョーク言ったりとかして。すごい、マジ肉食えねえわ的なやつ、はい、そう、豚、その間も言いました。ネパールの人が牛肉食べれないから、あのちょっと食べさせてみようかなとか言う。やめて。
や、わかんないと思って断食の期間があったりするもんな。それこそしゃぶしゃぶとか言ってたらわかんないよね。わかんと思う。一緒に食べ、あとさ、サンチューをさ巻いて、はいサンチューの焼き肉中身で、そんなことするのみたいな、そんなような話をやってますので、ニコ生で見れますので、皆さんぜひ見てもらいたいなと思います。はい、はい、そして木曜深夜25時30分は BFM さんでラジオやってますので、うん、ぜひ皆さん、そっちの方はね、こんなんじゃないから、恋愛聞く、あのモテ女子代表として、マジやめろよ、本当よ、マジよ、クレーム超入れるわ、メールで、ガチよ、女性代表として、こういう 私の意見じゃなく、もう女性代表としてそんな代表いますんで、皆さんガチンコのお悩みすごいよ、なんか LINE の既読のやり方で どのレベルで返信したらいいですかとか、すごいね、ガチンコのやつが最近届くようになってきて楽しみなの。 LINE とかそんな系ない、そうしたことないけど答えてるからだってさ、まだ長なって本当申し訳ないけど、何よ、昨日さ LINE が夜中に来るわと思ったら、コナンくんのさ、主題歌うわーと送ってきてさYouTube のやつ貼ってあったりさLINE やで、そんなやられへんと思って、みんな羨ましいでしょ、絶対これは全然コナン君の名言が送られてくると思ったらマジめっちゃいいと思うよ、迷惑メールもいいとこ、いやちょっとまた長くなっちゃうんだけどごめんね、長くなっちゃうんだけど、やりたい企画があって、あのどうしてもやりたいんだけど、これ24時間でもいいよだったら、うん、あのコナン君のさ、うん、あの曲、あのオープニングの歌あるじゃない、はい、アニメ始まる時の、うん、その時にあの言ってみれば、イントロの曲振りがあるじゃないですか、あの、まあ、ラジオでもやってるんだけど、そう、頭脳は大人、その名も名探偵コナン、ずっちゃん、うーん、メインのうるさい、うるさい、テンション、それがね、その曲振りのところを暗記して全部言うっていう企画やりたい。わかる、わかるけど、言ってる意味はわかるよ。星ってなんだか魅力的、犯人だったりなんとかだったり、その名もなんだかだだだん、ずっちゃんっていうやつ、わかるわかる、わかるでしょ、オープニングの前の前振りみたいな前振りみたいなのがあんねんけど、はいはい、それを当てて、はいはい、当てていきたいってことだよ、そうそうそう、この曲はこれってこと、そう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 、ナンバーはこれ的な、やりたい、ガーネットクローとかもいい ね超わかる、わかるけど、ぶっちゃむずいな、そうよ、それやろうよ、でも合わせなんかやろ、そうだよ、ズドンに、そう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 、メンターテイコナンズドンっていかなかんねん、気持ちよくはまるっていうの、めっちゃむずいな、そのイントロズドン的なこともさ、うん、やっていきたいなと思ってますんで、ぜひやりましょう、ヤンキ力はいいんじゃない、マジでやろうよ、マジで頑張る、相当いいと思うよ、その企画は、いいやろう、むずいなってきてますけど、でも本当にですね、はい、まあ、こんな感じでですね、うん、たくさんアナログ太郎さん、あ、そんな感じですね、分かりやすいね、イントロズドンやりたいですね、はい、でもこれからもまたクイズもそうですけど、夏なんでね、ロケやったりとか、やりたい、あとファンの方とバーベキューしたりとか、したーい、考えてください全部いたな今、全部あのしおりください、うん、しおりを、しおりも夏もね近いですけども、皆さんねどんな感じで過ごすのかね、うん、誕生日も近いですしね、楽しいことがいっぱいじゃないですか、うん、全楽しいことなさそうですよね、でも本当にね、あの浴衣見たいとかありますし、いい、ね、はい、本当に皆さんこれからあのどんどんやりたいこと、してほしいこと、コメントください、この2人でまたいろんなことにチャレンジしていきますので、はい、皆さん応援よろしくお願いいたします。ということで今週はここまでです、長くなりましたけど、はい、また見てください、ということで今回はパイナカマリアちゃんでした、はい、